ははい皆さんこんこにちは通訳案内士の横山と申します、えー、今回は日本歴史の日清戦争を見ていきたいと思います、えー、日清戦争に語る前にまず朝鮮問題から見ていきたいと思います日清戦争というのは朝鮮問題が主要な原因となってますので、えー、朝鮮問題から見ていきたいと思います1875年に高架島事件が起こります 日本軍艦の運用が高架投機で朝鮮を挑発して戦闘状態に入るわけですね。それによって翌年76年に日朝修好条規が締結されます。で朝鮮の開国ですねプサン・ジンセン・元山の開港が行われまた新日派の勢力が台頭することになります。 年に人工事変が起こります大院軍を支持する軍隊が親日派の敏妃一族に対して反乱を起こし民衆が日本大使館を包囲しますと反乱は失敗したんですけども敏妃政権は親身派ですねつまり日本寄りだったのが今度は親にね親と仲良くなるようになってしまいましたと。 新進派に転換してしまったわけですね。1884年に今度は後進事変が起こります。えー、金玉金らの独立党、この独立党っていうのは新日の改革派なんですけども、えー、日本大使館の協力を得てクーデターを起こします。えー、ところが、えー、新国軍の援助で失敗しますと。で、えー、その後進事変を受けてですね。 悪化した日清関係を打破するために、打破するために、天津条約が結ばれます。伊藤博文と李厚生の間でね、天津条約が結ばれます。何が決まったかというと、日清両軍の朝鮮から撤退することと、あとは朝鮮出兵には事前通告がいるよと。朝鮮出兵にする際はですね、事前通告が必要ですよと。 えーまあ、こういったことがですね、天、え、津、ー、条約によって、えー、決まりました。で、えー、このようにですね、えー、神後事変、後進事変の2つの事変を経て、えー、日本のですね、清に対する影響力が減退したと。えー、またあ、一方ですね、清の朝鮮進出が強化されたということですね。えー、つまり、朝鮮政府はですね、当初は日本と仲良かったんですけども、 えー、2回の事変を経てですね、えー、親寄りになってしまったわけですね。えー、親というのは中国の親ですね。で、えーまあ、それによってですね、日本の親、ま,もし、えー、親またはですね、えー、親とその朝鮮に対する世論はですね、えー、悪化していったわけですね。でちょうどそのころ、えー、福基吉というですね、あのーまあ、慶応の、ねあのー、創立者で有名な人いますけれども、 えー、オピニオンリーダーとしてですね、さまざまなその主張をしてたんですが、1885年にですね、脱アロンというのを発表するわけですねで。脱アロンって何かっていうと、その日本はですね、えー、アジアでこう、なんていうかね、アジアでこう狭くね、えー、やるんじゃなくて、アジアを脱してですね、欧米列強の位置になるべきだと。で、そのアジアのですね、その秦国、朝鮮に対しては武力を持ってね、 対処すべきだというようよな主張をしたわけです、ねえー、まあそれによってですねその軍事的対決の機運が高まったということですね。まあこのような背景があってで日清戦争になるということですね。1894年ですねに勃発したんですけども直接のきっかけはですね交互農民戦争当学党の乱ということですね。 等額というのは、政学に対する等額なんですけども、あのいわゆるね、えー、その宗教ですね、えー、民間宗教なんですけども、その等額の信徒がですね、えー、減税と配日を要求したんですね。で、えー、暴動を起こしたと。で、朝鮮政府はですね、市、えーまあ、にね、えー、救援要請をしたんです、し救援要請をして、で市がですね、出兵したわけですね。 えで、出兵したんですけども、あの以前ですね、天津条約でその朝鮮出兵するときは事前通告する,するように、ね、決められてましたよね。えー、ですから、新国はあその天津条約に基づいて日本に通知したわけですね。えー、よって日本軍も出兵したということですね。で、えー、その秦国と日本、新国の,まあその軍隊と日本軍の軍隊が えー、両方ともですね朝鮮に行ってそれでぶつかっちゃったわけですねでええ機陶開戦で日清戦争が開始されたということになりますで日本軍はですね、えー、まあ軍事的には優勢でですね、えー、新国軍を朝鮮から駆逐して、えー、でまた航、えー、海開戦ですね開戦によってですね新国の北洋艦隊を撃退し、えー、また根拠地のですねイ海イを占領したということでですね え結局ですね、まあ、日本の勝利に終わったということになります。で、えー、その翌年ですね1895年に下関の春斑楼っていうところでこの春斑楼っていうのはねあの下関行ったらねあるまだあるんですけどね、まあ、観光地としてあの、えー、まあ人気のあるところなんですけども、えー、その春斑楼っていう建物で日本全県は、えー、伊藤博文陸奥、えー、宗光 えー、新国代表、全権としましては、えー、立交帝ですね、えー。によってですね、えー、下関条約が結ばれましたで。内容としては、新国は朝鮮の独立を承認すると。であとは、両党半島、台湾、もう方向諸島ですね。えー、方向諸島を、えー、その日本に割譲するということですね。あとは、 えーロシえー、あそれで、えっとその、両党半島、台湾、香港諸島を日本に活用するって、下、え、関、ー、条約では決められたんですけれども、その後にそにロシアがですね、そのフランス、ドイツを、えー、巻き込んで、ですね両党半島の活用返還要求したわけですね、えー、いわゆるその三国干渉ってやつですね。えー、両党半島というのは軍事、軍事上ですね、非常にこう重要な地区ですから、ロシアとしてはですね、 えその両党半島を日本に取られるのは何としても避けたかったわけですね。えー、ですから圧力をかけたと。日本はあその頃ね、ロシア大国でしたから、しぶしぶですね、韓国を受け入れて、両党半島を日本、えー、中国のね秦に返還したわけですね。で、えー、返還したんですけども、それによって、そのロシアに対する敵意が増大したと。で、まあスローガンとしてはね、餓心昇誕というね、 まあ、その言葉に、ね、標語に代表されるように、ね、まあ、ロシアに対しては敵対心が増大していったということですね。であとは、えー、3番目、ねえー、賠償金2億テールですね。えー、という,もう非常にこの高額なですね、まあ、当時の日本円で約3億1000万円と言われていますけどね、ね非常にこの高額な賠償金を得ることができたと。 その賠償金の使い道なんですけども、えーとまあ、軍備拡張費に半分以上が使われたんですけどね、えー、そういった賠償金を得たと。あとは4番目として、差し、えー、重慶、蘇州、広州ですね、この4項の開港が決まりました。で、えー、とその下関条約によって、日本はその台湾をですね、えー 活用されましたから台湾統治になるわけですねで台湾統治というのはその太平洋戦争終わるまで続きますから、1895年から1945年まで,ですねの期間になります。まあ、大体50年ぐらいですね。で、まあ、1895年に下関条約で台湾が日本領になると。で、その年にです、ね、早速台湾総督府を設置します。台湾総督府というのは、 行政司法、立法、軍事の、ね、もう幅広い権限を与えられていたわけですね。で初代、えー、総督には海軍大将の川山助典ですね、えー。川山助典が初代の台湾総督に就任して、えー、統治してるわけですね。で島民の,その抵抗、武力で弾圧するという形でね、えーまああのー、その統治したんですけども、1898年ですね。 今度は台湾総督が小玉玄太郎になりますでこの時に後藤新平がですね民政局長ということで、まあ、二人三脚でですね統治するんですけども、えー、土地調査事業っていうのをね開始して、まあ、土地制度の近代化を図りまたですね産業を起こすっていうことで1899年に台湾銀行を開業し1900年にね台湾製党会社っていう、ね、のを設立して まあ、その台湾というのは、ね、サトウキビ取れますからね、えー、そういった会社を作ったということですね。で、1945年に台湾植民地統治は終了します。まあ、あの太平洋戦争は終わ,りとあ終わって、ですねあの日本を敗戦することによって、その植民地支配も終わるということですね。